はい、ひとつきまんさ清水です、えー。今日はですね、ひろゆきさんと辺野古、ねえー、辺野古ゲート前の座り込み抗議をめぐる投稿が物議で、市民らに座り込みの意味理解してないというふうにこう、まあ、いろいろ揉めているんですけども、えー、これに関してですね、ネットでかなり問題にもなっているし、かなりこの実際にやっている山城さんという方をね、えー、相当私たちゃはこの侮辱する行動だというふうに思うんですけど、 えー、そういうのはさておきですね、ひとつき万冊でもアンケートを取ってみたんですが、まあ別になんとも思わへんしっていうのが、えー、30%で、そもそも知らんしっていうのが38%、すごーいということで、こりゃ世の中やべえぜということで、安富さんと話をしたいと思います。やさんよろししくお願いいます、はい、いや何がすごいかって、ですね、えー、っとそもそも知らないっていうのが一番多いんですよ、これ。 えー、で次「何とも思わない」が次に多くて30%なんですけどもちょっとここで例え話をしてみましょうか、えー、黒人差別の現場があるとしましょうねで、えー、まあなんかすっごい差別されているものに対してですねあのすごく活動されている方がいるとしないうがこれはひどい問題だっていうのに対してね揶揄したとしましょうねそれはよくないだろうっていうふうに思うんですよね。 でも、えーあのー、それと同じぐらいのことをやってるはずなのに「えよく分かんない何が問題なのそもそも気にしないし」っていう風にこうなるのはですね大丈夫かっていう風にまずは、まあ、思うんですけど、えー、もう一つは、えっと、ひと一き万冊のアンケートって比較的ですねこういう問題に関してはけしからーんっていう人が多いんだけどもね、えー、怒ってる人は実は少数派っていうこの。 この時代の流れを読む。時代の長寿広之でございます。ただしこの芸風はとても危険だとも思いません。市長 <laughs> に危険。このだでごます。この辺から言ってるやつやけど、ね。古代だから言ってるやつですけど。これ橋本徹さんとかもね。あの軌道修正を迫られているぐらいですね。うん、こう何かあった時に強いものの我に立って。うん、ウェイっていうよりうこういう。芸風というのはですね。うん とそろそろやばくなってきたよとは思うんですよね。あのヘイトが溜まりすぎるんで。<ー>しかしあのこの辺野古のゲートの問題をですね、ほとんど知らん人の方が多いんじゃないかな。うんだってそれが一番多いですよ。これそうね。だって,そ,ってそもそも知らないが38%ですよ。お<ー>うん これはあのー、なんでなんでこんなに知らないのかなやっぱり本読んでないやですからそりゃまあ読んでるわけないじゃないですかそれのでも、まあれと思うよ読読書戦闘になっちゃうと思いますねああ独創戦 ののこと知らないいい人方が圧倒的に多や私も知らんかってはっきり言ってその普通大学出た直後ぐらいではそ聞かないもんねそういうのあったのねぐらいしかうんうんうんねレニングラード包囲戦大変やったんやでレニングラード今のサンクトペテルブルクですけど俺はえっと1000日間包囲したんだったっけああなんかそんなんそれぐらい包囲して でもう民衆がどんどん,どん,どんこの餓死をしていく飢え死にしていくわけですよ、うん、だってソ連の発表では市民の死者は63万人、えー、実数は100万人を超えると言われているが死因の97%は飢えてなくなったっていうごわごわでも全然知らんねんなででもねここでね、うん、あのとある人の、ね、両親が生まれてるんですよ、うん、で両親が生き延びたんですよ誰か知ってますかプーチンのご両親ですよ、うん でそのトラウマがプーチンに乗り移って、えー、今こういうひどいことにもつながってる一つの一因なんだけどまあほとんど知らんわな、うん、知らんわなだって沖縄の歴史沖縄が本土返還されたのがいつかっていうのも死なないんじゃないかな、うん、あそう、うん、あれだいぶ昔やったんやで、ね、<laughs> だいぶ昔やっ、ね、た、ね、んやけどもあの戦闘終わった日じゃないからねみんな、うん 1945年じゃないよ、まず先に言っとくけど。<laughs> そんなアホな、そのこ <laughs> に戦場が始まったんですい。<laughs> いや、でもそんなもんやって、それは怒ったらあかんですよ。えー、沖縄はでドルがドルが流通した、ドルがあの。沖縄返還はですね、私が生まれる10年前じゃないんだよ。もっと数年前で、1972年だよ。そうそう。うん でしかも、ここにまつわるいろんなあのさあの安倍晋三の、ねえー、おじさんの佐藤栄作がですねあのいろいろなんか密約を交わしていたりですよ。いろいろんなろんな話。核兵器置いていいよとかね。あとはそのあのあ明らかにこれ枯葉剤保管しててもう荒れ地になってるけどここをほったらかしていいのとか。 ね、まあ、いいこっちで回復しとくから、日本人の金でなんとかするからとか、そういういろんな歴史で、じゃあ、アメリカ軍がなんであそこに基地があるのとかね、で地政学の問題とかいろいろあって、そこで踏みつけられている住民たち、そういう歴史を何も知らなかったら、えー、こういうふうに何も。<laughs> なんか意味あるんですかいやこの笑顔がね いや、もうね、そここれ、ちょっとなんていうか、もう、本当は命危ないと。<laughs> <laughs> ずっ <laughs> こういうことしてとあかんっていうのは、その、いや、そんなことをしたらいけません、正しくないよとかじゃないよ。あの、えっと、この、ちょっと、命の危険があります、これは。いや、いや、いや、もう、絶対、いや、いや、いや、みたいな。それは、あんた、みたいな感じで。 いやー、なんていうか、うん、そうだな、ええー、とりあえず、嘆きの壁に行ってですね。<laughs> <laughs> もうそこからしてやばいことを私が今から例えて <laughs> 言おうとしている。ね、嘆きの壁に行ってですね。あの。 ユダヤ教もキリスト教もイスラム教もどうして喧嘩してるのわかんない。昔の話でしょプププーとかっていうよりですね、こう言ってしまったら、いや、もっとひどい例え言えるんですけど、ちょっとあの、いい命がい。ゲ限度というもの,があ,<度>のがあるので、まるまるでまるまるして、まるまるしたら、プープープーみたいな。うん、プープープーって言ったら。 危険やろっていう、それは、うん。なんか全然わかれへんやつ。そもそも嘆きの壁を知らないかもしれない。<noise> ええ、まあ、そうなんですけど、じゃあ、な、何がいいんだよ。何がいいって。何が。<noise> あまあ、伊勢神宮に行って。うん、あの、祭壇の、祭壇の上に登って、ポンポコン、ポンポン。あ、ポンポン。例えば、の木の壁だろう、木で作られたものだろう。あ限界ですね。これぐらいが。のこれ、あの、相当やばいところを踏まれているので。 危険です。そうなんそそ。その知らずに、えラいラしてやってるっていうことによってですね。本当に何も知らない人なんだなっていうことが。いや。もしかしたら、知っているのかもしれないですよ。知っててやってるのかもしれないよ。ものすごい勇気のある方なのかもしれません。ね、<laughs> <laughs> ありすぎや、これ。<laughs> 勇者ですか。勇者。勇者、広い。勇者ですが。うん、ぜひ、あの、<laughs> ぜ,ひね、ぜひ、ぜひ、モスコアに行って、なんか、あの。<laughs> えあの黄色と青の鳩でも張ってきて降ってきたらいいと思う。赤 <laughs> の広場の前で黄色と青の鳩が別に何もないから黄色と青ですか。<laughs> 黄色と青だから別に別にそういう意味はないからさ。<laughs> 怖いなこれ。ただでも多くの人は何が危険なのかっていうことはわからないんじゃないかなこれ。 そそれが差別って思うんんんでですすよよねななつもりじゃないんですよただ僕はね座り込みだっていうふうに言っているんだったら、うん、ずっと座ってるのかなって思うじゃないですかだから座ってないから座り込み講義じゃなくてたまに12時とか15時とかそういう時間を置いて座ってるっていうふうに言わないと誤解するでしょって言ってるだけなんでなんか悪いこと言ってるんですか僕。<laughs> ピース。 あ,あ、ちょっとダメ式企業のいやからちょっとね、うん、どうしたらいいのそれこれはあの例のこういうのバカの壁ってやつ、ね、<laughs> いやあの,、うん、あのバカの壁ってあのヨロタケシさんの本だっけ、うん、あれはまだあの社会が言ってた頃ですからね、うん、<laughs> あれがベストセラーになったっていうの <laughs> そうなのああああもうだいぶ落ち目になってからの本だっていう認識なんだけど違うので、ね。 <laughs> いやあの頃はまだ大丈夫でしたよ、はい、バカの壁、知らん人向けに言っとくけど、<laughs> えー、バカの壁、あれ出版はいつだえー、っと、バカの壁二千三年じゃないですか。全然日本に豊かですよ、これ。あ、そう。豊か、豊か。私はもうなんかもうカウントダウンに入って、ビビビビってた。いや、まあ大丈夫です。でいつハイパーインフレーション起きるか起きるか、もうどうしようとか <laughs>。大丈夫、大丈夫。 指折り数えて二十年が経ってしまったけど。ええ若い、ええバカの壁はですね、えっと、六百六十万部突破っつってんな。すげえな。すげえな、これ。寝たましい。寝たましいですね、本当に。私も寝たましいですよ、本当。寝たましい。なんでそんなに、なんで何も書いてない本んやろ。いや、まあ、でも、うん、いいじゃないですか。 だからこれ、ひろゆき、ただ、あの辺野古の前でこれやってることが、あの何が問題なのかっていうのをですね、えー、知らない人向けにちゃんと説明しようと思うと、まず琉球王国の成り立ちから考えて、でそれから、えーえー、大日本帝国と琉球王国の話をして、太平洋戦争があって、 で沖縄が占領されてでそれで米軍基地が何で置かれてで佐藤栄作が何をしたのかっていう話をした後に基地問題の話をしてで、えー、その次に人心乱れている現在の状況を話しで勝広行がどうしてこれである意味受けてるんですよ皆さん。 このひろゆきのことは受けてるんですよ、批判じゃなくて、受けて,ね、受けてるんですよ。で、それはどうしてなのかーって、ものすごくこれ、実は縁大なテーマですよ、これ。動画で5回ぐらい <laughs> それぐらいのテーマでいいんだけど、ちょっと、<laughs> うん。大変すぎるから、はしょって、どっから行こう。じゃあ、はしょってって言われてもな、ひろゆきの問題で。 じゃあちょっとあのまず,ま,まずだから、これ、まずだから、受けているっていう。いや、受けているの前にあの、この座り込み講義されているわけじゃないですか。えー、で、座り込み抗議のこの意味から説明しないとだめだと思うんですよ。これ、ただ、うん、まあ、これ、とりあえず女性自身とかにですね、ひろゆき氏、沖縄の基地反対抗議を笑顔でやるに、悪質最低のセンスと猛批判。 というふうにあるんですけど。うん、なんでここ座ってんのか。そこから。そうです、ね。まず、あの、うん、どういう現場かっていうのは、多分皆さん知らないと思う。んでまず辺野古の基地が、なん、なん、何なのかっていう、うん。とこを、軽く説明しないといけないと思うんですけど。それは、あの、沖縄のど真ん中にある。普天間基地を返還してほしいわけなんですね。で、まず、その、沖縄には基地がですね、いっぱいあるのは。 沖縄が返還される前に日本中にあった基地が沖縄に集めたんです、うん、なぜかっていうと反対運動が増えたから。うん、で日本かつては日本各地にあったんですうん、うん、それが面倒くさくなってきたんで、うん、沖縄に集結させたんですね。うん、で日本国に返還されてからだったら厄介だから多分その前にダーってなんかこうアメリカが好き放題集めたんですけど。 それによって、ですねその島、すごいちっちゃい島なのに、島全体のですね、うん、一番いいところ三3分の1ぐらい取ってる感じんです、ねうんうん、だから、今行ってみたらわかるけども、本当、なんちゅうの、基地だらけですよ。どでかくありますね。うんでしかもあの大事なところにいっぱいある。うんうん だからその基地どれかでも返還してもらったら沖縄では巨大な再開発プロジェクトができるんですで実際、いくつか変換されたところなんかは巨大なショッピングモールだったりとかしてすごい経済効果なって一刻も早く返しするわけですね。でもその返す時にどこに持っていくのそれっていう時にそれは本土でしょとかいうふうに沖縄の人は思うんだけど本当に持っていくとです反対運動があるんです 自民党はですね、そんなことしたら、票を失うじゃないです原発は持ってきても票は取れるけど、米軍基地持ってきます、我が町に米軍基地をなんて立候補したら、総理、やっぱそう、ね、落ちるわな、落ちるんですやっぱ嫌がられるらしくて、うんうん、なんでみたいな感じで、でも、ぜひだから、あの関西空港がいいんじゃないかと私は思ってるんだけどね。うんお 韓を米軍基地へのこの、辺野古の関空に移転いて、韓国<や>も廃止したらええやんと思うんだけどあの。あんな沈むところちょっと思う、ね。辺野古にましやで、ね。辺野古やいや、辺野古の方がもっと沈むんですよ。なんか埋め立て問題でですね、<laughs> これいろいろ調べてみたらですねいや、こんなとこ埋め立てたらいや、基地として機能せえへんやろっていうぐらいずぶずぶなんだけども。そうなん,ようんまだん。まだ韓国の方が一応、打てるやんか。<laughs> まだね。ああ、もうだからこれもうちょっといろいろ問題が。 そうじゃ辺野古の基地埋め立て問題に関してし実は自慢がーとかって言い出したらそう,そうでさらにだから、うん、このすごい話でだか,ら、うん、だから辺野古に移転してでも全部は移転できないんだけど、うん、そのヘリヘリコプターとかそういうのを、うん、基地できるっていう設定ででそのジュゴンがいたりとか貴重なサンゴあるところにダーッて砂を撒いてるわけです、うんうん、しかもあの遺骨の入ったやつね 怖い怖い怖いんで遺骨が入ったと入ってるのって言ったらその沖縄ではだからめちゃくちゃな数の人がその沖縄戦でですね亡くなったからもうシ馬場に遺骨が転がってるわけですよああでも回収できない状態になっててそれをこうッてすくってダーッて流し込んでるわけですねああな,なんて擁護すればいいんだろうねエコだねって言えばいいのか 再利用でそれよりさらにさらにすごいのがしかも地盤がゆるゆるだからいくら砂入れても何も地面なんか固まらないよっていう報告が出てるはいだからじゃえゃ基地できないなら移転できないじゃん何してんのっていうことに関しては説明がないですだから唯一の説明はですね工事がしたいさあ 永久に終わらない工事をしたり騙して工事しまくってる、ただ工事をしたいとかってやばくねやばい。やばい,いや、騙す相手悪くないかっていう感じなんですけど。ってことは、だからその移転するよって称して、永久に終わらない工事をやり続けて、移転できませんでしたって落ちてきなるってことですね、これ。そう うん、でそれでその沖縄県は当然それにものすごい反対してるからだから自民党じゃない知事が次々当統制するわです。で、だからすごいコスト払ってるわけです、自民党は。うんうん、しかもあの国会議員ももう自民党取らないしねうん、うん、まあ知事もだらだっこの前、ね玉城清水さんとに、ね、なったもん。うんうん でだからそのすごいコスト払ってるわけですよ、そこで。うんうん、だからだって1回ののやめちゃうのが一番いいわけうん、うん、だって一てできないんだもん。で、でそれで沖縄県は認可してないわけです。ーチうん、うん、差し止めろって言ってるんだけど、うん、政府はです、ね、やりまくってるわけです。うん、で、裁判起きても負けるの、これが、沖縄県が。すごいね司法 <laughs> これが司法のせい <laughs> あなそうい基地できないんですよね <laughs> っていう、できるかどうかだけは確認しようとか言ってもだだからこれ、多くの人が誤解しているのは、辺野古に移転したら米軍が喜ぶから、うん、それに反対する人たちがたくさんいるんだろうっていうのは間違いなんですよ、これそうなんですよ。うん、ただの、うん、ただの騙し、うん、で目的は 工事、はい、でいくらかかるの、大したことないのどうせその埋め立てくぐらい、うん13年でで兆円ですでしかも、何度も言いますけど、米軍基地はそれではできないんですよ、皆さん。できないんですよ。だから、米軍にも迷惑かかるんですよ。で、さらにそれに埋め立てに使うやつは、サンゴとか遺骨とかが入ってるところにですね、土、だーって入れるっていう。 ビジボンとかいなくなるって、儲けなど最も美しい海んですよ、すまずだから、ほとんどの人は、なんか、あのどうせ頭のおかしい左翼が、安全保障とか米軍とか国際安全保障とか戦争の現実を知らずに反対してるだけなんだろう。いや、違うから、<laughs> 違うから。まず、辺野古に移転すると米軍困ります。 ねで出来上がらない工事に2.5兆円だったっけな。うん、それ少なくともだからね、そ,のそうなんでせっか終わらないようになって、ずっとかかるわけ原発と同じ <laughs> 高速、高速路と一緒ですよ、でそれで、えー、沖縄の,あの自然が破壊されます、経済効果なくなります、うんでえー、かつ、その無駄をやった挙句基地は移転できない、できないですよ。なんなん、これ。いや、恐怖やん、はっきり言って恐怖やん。うん だからでそれで止めに行こうと思って使えろうと思うとですね、うん、あのまずそのセコムがずらー並んでるんですよいやー心の安心をっていうやつですねああじゃそ間違えた間違えた、うん、違うわ <laughs> <laughs> あコスモ石油と混ざってしまったセコムねうん、うん、セコムがいっぱい並んでて、うん、あのー、使われないわけですうん、うん、でそのセコムの後ろに ととにる警察とか機動隊がいるんです。人がいっぱい集まったら機動隊来るんです。でもなんかあのセコムじゃなくてあアルトックなのかアルトックやアルトックごめん間違えたらある。まあどっちにし警備会社ですよ。そうそうそう。で警備会社に米軍守られてるとおかしくねって感じやけどでしかもあのその工事完了しても米軍使えへんねんでそこ。自慢にとり壊すやだけて。 で,でこの状況は日本国民にとってですね、うん、いいことですか、悪いことですか、えー、まあまず、じゃあちょっとですね、はい、あの米軍万歳側に立って考えてみましょうねいや例えば、日本の安全保障を考えるにあたってえ自分だけで守ることはできないから米軍に協力を願うのは仕方ないっていう立場。 かから考えてみましょうか、ねはい、でそこから考えたとしても、えー、2.5兆円かけて移設基地作ろうと思ったけど地面ずぶずぶでだめでしたごめんちゃはははであの住民問題がものすごくあの揉めておりますとごめんちゃっていうのは米軍に対して、えー、米軍が大事だという視点に立ってもですねよっ もう何してんねんっていうより、こう、<laughs> 普通に怒られない、誰さえ俺俺ら沖縄にいて肩身狭い思いして、母国から離れて高校で頑張ってるのに、えっ、何してんのさらになんか炎上させてどうしてくれるのっていうふうに、まずなりますよね。ねうんで、沖だから、米軍にとってもよくない。かかね、で沖縄の人たちにとっても、単に自然を破壊されるだけ ってここととになるよねこれはい、うん、誰が得するのって言ったら工事業者だけあと得する言うたらねえ、うん、だから米軍にとってもよくない、うん、だとお茶思うんだけど、うん、いや米軍にとっても良くないし日本国民にとっても良くない話ですよじゃあ仮に「米軍が嫌いな」 日本人側の視点に立ったとしてもですね、えー、ちゃんと出てってもらおうと、ね例えばえー、っとグアムに移転してね、でその代わりあの沖縄の基地、全部向こうやってくれと、ね、その代わりお金は出すから、この土地は沖縄の人々、そして沖縄の自然のために使わせてくれ。 って言ったらその方が経済効果出るとどこかでも2.5兆円払えばいいと思うで <laughs> そう、ね、<laughs> でそれ米軍に上げていいから、うん、出てってでいいと思う、ねうんでそれで出てってでグアムからね選択肢ピアンって飛きすぐなんとかなるわけですよそれは、まあるいはだもう大幅縮小基地のとか、えー、そういうところによってもまあできるけどこれ反対派も賛成派も その米軍という観点で見たら辺野古埋め立てなんでやんのてなっていうところですよ。そうなんですよ、うん。まあそういう現場でしょまずここは。そうなで,、ねうん、でそ,そこにいっしかもそのそのでそのでそそれの前提として沖縄戦っていうのがあってさ、うん、沖縄戦っていうのは沖縄守る戦いではなかったんですね。 えー、それはですねやっぱり、うん、あの映画の沖縄決戦を見られると絶対見た方がいいよねみんなねなかなかプライベート・ライアンがずっと続くみたいな素晴らしい映画ですけど <laughs>、ま、プライベート・ライアンオープ,ンオープニング中国分がずっと最後までいや岡本喜八のすごい作品なんだけどこれねすごいもう本当に恐ろしいんだけどあの <laughs> 少年兵がさ 手榴弾持ってああアメリカ軍の戦車に向かうシーンがあってね、えー、それとかもいやちょっと言葉にできないいやもうすごいですねああ私が一番また感激したのはあれですけどね、うん、特攻隊いやもう <laughs> ああいいか明日も俺についてくるんだぞっつってはいって命令さえいただければいつでも参りますって怖いなアメリカ軍の艦隊に突っ込んでいくんですってねああ怖すぎる いやすごかったなあれは。っていうのは。すごいやから。てんこ盛りです。てんこ盛りだよ。そういよ。その迷惑な切腹のシーンもすごかったけど。いずれにすごい。ある意味ですごい。まあでもその沖縄あれを見たら分かんないけど、何のためにそんな戦争したのそ日本 で本土決戦を遅らせるためだけなんですね、うん。沖縄で出ばって本土決戦を1か月でも2か月でも遅らせてその間に本土決戦の準備をする、うん、しかもその準備はできない、うん、これよく似てますねおッパコ吉に。もうやだは <laughs> この1か月2か月貴重な時間をです、ねはい、20万の沖縄の住民を犠牲にして戦い抜くと。うんうん で、千秋さの貴重な時間を作りました。うんうん、で、その間、ミスなんですか、いや、別に何も。<laughs> 恐ろしいなぁ。なぜ、なぜ、で、なんでも、なんも、じゃないんですけど、いや、あの、したいんですけど。うん、あの、資材とか、人員とか、足りなくて。うん、で、天皇は切れてですね。まあ、うん、本土決戦、本土決戦するけど、何も用意できない。れボケーってぶち切れて。うん、あ。五世高くだったんですけど。うんうん だっったたたらのめななかんですかってまあそういう。日本の決戦ですよ。うん、沖縄決戦ですね。うん、で、それで、その、そういうのがあってですね。うん、でそれであの沖縄はアメリカリーグに占領されて、うん、そのまま、1945年に占領されて、うん、17年間いや、違いますね、27年間。あ、27年間ですうんうん、うん えっだって1945に十七足したら十二です62あそ六6二か,かえうん。二27年間か、うん、ふざけんなよ長すぎるやろうう、A、45足す2 7 7二です残念ながら休めさん17年間では <laughs> うれしい72か、はい、残念ながら、ま、もめちゃくちゃやうん、うん、それでその その間アメリカ軍が好き放題で使ったわけですよね。うん、で、何に使ったのベトナム戦争で使ったんですよ。で、そこで巻くための枯れ葉材とかをね、沖縄に明らかに置いてたから、ここを全然履いてこうへんねんろっていうところとかもあるんだよ。ええー。うん、で、それを、うん、あの、まあ、変換させたわけですね、佐藤栄作は。うんうん、で、<laughs> そういう歴史、返還、うん、してからも、ですね沖縄は日本に至るまで最新圏ですよね。でもこれ、アメリカの人はめっちゃびっくりしてたけど、うん、沖縄アメリカ日本ですアメリカ人が沖縄ってハワイみたいなところなんだろうって言ったら、うん、いや違う、めっちゃ貧しいねって言ったらびっくりしてたよ。うんうん、えっ、<laughs> なんでリゾートがそんなに貧しいのうん、うん、<laughs> おかしいやんとか言って。うん、何かおかしいんですよね。うん 沖縄は日本のリゾートであればすごい儲かるはずなんだけどなぜかずっと貧困が続くようになってる何してんのっていう感じなんですよ。でそういうことを踏まえて人々はもう完全に切れている日本国というものに対してすごい不信感が抱いているっていう状況があるので多くの人がヘロコに反対する。 そもそもできないっていう、もうそもそも意味がないっていうのに反対するのもあるし、うん、そういうのをご了承する政府に対して、すく反発、うん、というわけでですね、そのその意思表明するために、あそこに、毎日人が来るんですよね。で、その、座り込みっていうのがあるから、24時間座り込んでるって思ってたんだよ、なんですよね、うん、で広さんが言ってるポイントはね。 <laughs> えーとどういうことなのかっていうのをもうちょっと細かく琉球新報の記事をもとにあの説明をしておくとですねこの琉球新報さんの記事があるんですがこれはですねまず抗議活動は2014年7月から始まり工事車両が往来するとき1日3回展開される抗議市民からは基地問題のねところでひろゆきさんはいや1日3回しか座ってないんだったらどうして座り込みって言うんですか 1>, 1日3回座ってるって言えばいいじゃないですか。僕なんだかそれ間違ったこと言ってます ?1 日3回座ってるって言えばいいのに座り込みなんていうふうに言っちゃったら24時間座り込んでるように思うじゃないですか。僕も誤解しちゃったんですよ <laughs> 正しく書いてくださいよっていうまあそういう話なわけですよね。で、えー、それはあの基地問題の本質ではなくって背景を理解してほしいというふうにこう言ったわけですよね。 でこれはああのー、まあ、関係者によると、ひろゆきさんは3日と4日、10月ですね、3日と4日の両日に、インターネット番組収録などで抗議店頭テントを訪問して、抗議の様子を見て、日数の数え方について市民らに座り込みの意味、理解してないというふうに発言したわけですよね。ジャーナリストとして活動する大げさ太郎さんの取材にひろゆきさんは、誤解を生むような言葉をわざと使ってるんであれば、デ間になるよねっていうふうにこう言ったわけですよねすすごいですね。 すすごいですねこれこれ要するに座り込み活動に関してはこのいろんな部分をですねずーっと置いといて、えー、座り込み講義不屈、えー、3011日っていうのに対してずっと座ってるというふうにねこっちは誤解するじゃないかデマを流しちゃいけないよって言ったわけですよすごくないっすか なんかもういやそ,ういやそう座り込みっていうのは、うん、そうそ永久に座り続けてることだって誰が定義すか僕が弾いた告知ん者と書いてたんですよ <laughs> 座り込みっていうことはずっと座ってるっていうことなんでしょってでデマ流しちゃだめですよ僕なんだか間違ったこと言ってますかってやつですよ。 るダメージあああなこれ <laughs> じゃまブーメランとして投げられてるのがそれってあなたの感想ですよねっていうあのよくひろゆきが言うやつやいたの感想ですって <laughs> 感想じゃないですよ告知的に書いてあるんですよっていやーこれねーまあその座り込みっていうのが24時間ねいやこれすごくねひろゆきさんらしい言葉遣いだなっていうふうに思うのがこういうツイートがあるんですよね。 これ、えー、座り込みという言葉のせいで騙される人の例実際には辺野古の基地前に1日1時間ほどしか座ってないという事実を知らない人が出るんですよねそれとも毎日23時間も、えー、トイレに行ってるのかなっていうふうにこう言ってるわけですよ。 これね、あの要するに20、ひろゆきのあれはいろんな右派団体が昔から冷やかしでやっている方法で長期間になれば半袖で座り込みでトイレに行くし席も空けるじゃないかに対してへ、でもあれ1時間しか座ってないんですよ、1日、毎日23時間もトイレに行ってるんですか、そうなんだっていうふうにこう言ってるわけですよ。いやー、これ典型的なひろゆきさんのやり方やな。 でさらにあのあのせやろがいおじさんがね、はい、あのこの、えー「今日も炎天下の中座り込みやってきましたよ座り込みの意味を辞書で調べるよりも座り込みやってる意味を直接聞いた方が良くない」に対して「同じ日いなかったけどせやろがいおじさんいなかったよすぐ帰る人たちばっかりなんですね」っていうふうにこう言ってるわけですよ。えー、いやなかなかすごい。 何がしたい <laughs> 炎上したい答えを言いましょう、安富さんおそはい、はい、らくほとんどの人は、こんなけしからんことをなぜやるのかというふうに思うかもしれませんが、うんうん、人気が出るんですよ。人気が出るんですよね。人気が出るですで。それは残念ながら、ひとつ万冊のアンケートでも、2000、現時点でまだこれ3時間しか取ってないけど、2678票。 ひろゆきさんの沖縄座り込み発言が話題になっています。皆さんはどう思いますか。一位、そもそも知らない。二位、ひろゆきだし、別に何とも思わない。三十一パーセント。あれは良くないでしょう。十二パーセント。ひろゆき、さすが。支持。三パーセント。ひろゆきふざけるな。怒った。十六パーセントということで、えー。肯定的な発言の方が多いんですよね。これでいくと。これ人気が出るんですよ。出るんだよね。 でなぜ出るのかっていう、ね、それが問題ですよね問題ですよねそれはねもうはっきりしてると思うんですよ、うん、こ,れこれほど明確にわけのわからない意味のないことってないんですよ今、ね、後、うん、とでここを踏み潰して隠蔽できるんだったら何でも隠蔽できるんですよでそれに対してそのその隠蔽工作をやってのけてるので、うん みんんんなは喜ぶんだと思うただすみさんそれは私もものすごく正しい考察だと思うんですけど多分ですね、うん、他の人からしかするとホップステップワープぐらいの勢いでえっ何 <laughs> <っ>でやねん <laughs> えまずおさらいでいくと辺野古の基地の,あの,この工事自体が完成しないんですよで米軍も喜ばないんですよ 何年やっても意味ない。2.5<ー>兆円つぎ込んでも意味ないのよ。うーん、ただ穴が開くね。<laughs> <laughs> いやいや、あと自然が破壊されますよ。そう<ー>、<で>自然が破壊され,れますよね。地面ができて。ねえ。自然<で>廃墟になって放棄されるね、放棄されるわけ。で、これほど意味のないこと、ありますかねないでしょで,で、それに対して、ひろゆきさんは、 あのどちらかというとこ,こんなの意味がないよっていう風に工事意味ないよって言うんじゃなくってまあ今日説明したような歴史的背景とかを無視してねどちらかというとこの辺野古の基地の反対活動をしてる人たちを揶揄する側に立ってるわけですよねでつまりこの今安富さんが説明したようなこの無意味なこの工事とかこれを隠蔽しようとしてるこのバカなことに対してこんなの気にする必要ないんだよ ややすることによってまあ隠蔽うん、うん、隠そうとしてるわけじゃないですか意味のある反対活動そうそう、まあ、この弘輝さんのこの,この,このかやってることの意味は別に座り込みって名前なくてどうでもいいわけです、うん、毎日抗議行動が行われてそれが今もたたたたっえー、とただえずに何千日も続いてるっていうことが重要なのであって、うんうん、それが座り込みであるかどうかあってらどうでもいいことだよね、うん、でもそここににをつけることによって、うん その意味を消化するることができどうでもいいことに落とし替えることができるうん、うん、だってただ言葉の使い方おかしいじゃないですかっていうことでなんで座り込みって言ってたかって多分最初はずっと座ったんだろうね。 ああなるほどねうん,うん、うんうん、でもそんなん続けられないから、だから何千日も続ける方向に変換したんだけど、まあ続けられないし、ので工事車両が来るときだけ座った方が効果的だっていうのは、これ、戦い方じゃあんですよ。当然です。うん、だからその長い時間としては座り込みを続けてるってことになるわけなんで、うん、やるべきところだけはやってるっていう。これをひろ、うん、ゆきさんが好きな言葉で言うと、コスパがいい。コスパがいいやり方で攻撃してる。 <laughs> いうふうに言うにことによって、うん、ということによって、これをその賠償化して無意味化して、嘲笑することができるということの持っている意味は、うん、その無意味さを隠蔽することができるんです無意味の隠蔽こそは、ですね安倍晋三政権が8年も続いた最大の大きな理由です。 じゃあ何をしたの？安倍のミックスです。日本銀行を膨張させることによって、うん、本来は機能しなくなっている経済はたかも機能している方に見せかけるってことをやり続けたんです。その見せかけを人々が支持したわけな、うんで、これと同じ構造してる実際だから、と安倍政権自体に広義さんっていうのはすごい人気になっていったし、それはそのえっと橋本さんとか全く同じなど、うん。同じね。うん、うん。それはその権力に寄り添うことによって。 権力者を、えっと、サポートすることによる御用学者ではないんですよ、彼らうん、うん、御用件部活ではないんです、うん、そうではなくて、人々が望んでいることをやるパフォーマーなんですね。人々が望んでいることは何といは隠蔽工作、権力によって行われている隠蔽工作を支援することによって隠蔽工作に加担することによって、多くの国民から支持されるっていう構造をしているわけです。うんうん だだから人気があるんだよね、うん、で最大ので日本現在日本で行われてるさまざまな国交のうち最大の国交はこれです、うんだからそれをでもそすごいやばいやんやばいっていうか,なんか米軍からも見放される勢いでやばいことやってるぞ<う>これはやばいことやってる、うん、でしかもだからその沖縄の人々のすごい怒りとかさ、うん、悲しみとか怨念とかいっぱいこもってるところにいてさいえ、うん、イ,イやってるけるってなんかちょっとね危険じゃないですか勇者広い そうそうそうだから <laughs> その隠蔽拘束の勇者なんですよこれいやだからねあの人気出るんですよこれは出るそれは安倍晋三さん人気あったのと同じ構造していて安倍晋三さんの運命がそれを示してるんですね人々がやっている無意味なことに対して、うん、私がねあの例えば隠蔽する例を1個あ,りあげましょうただしこれは火破るになるパターンですね これは人々が望んでないことをやってしまうとダメなパターン私がですね東京大学の,会あの受験会場に行くんですテクテクテクっていうふうに言ってね「ねいや受験勉強なんかしても無駄でしょう何言ってるんですか?」っていうふうにこう言うわけですよどうして勉強してるんですか皆さん青春犠牲にして出して出してってニコニコしてこう聞くわけですよ。ねで、えー じゃあこれなんで勉強校の東京大学入りたいんですか将来官僚になって、えー、すごい障害賃金高く欲しいんですかあそうじゃないんだじゃあどうしてそんなことやってるの僕意味わかんないんだけどなんでこんなことやってるのとかって勉強とか意味ないよねあ俺さ不登校やってたけど多分君より障害年収高くなるよどうしたのどうして勉強してるのとかっていうふうに言うとするじゃないですか <laughs> これはもう皆さん今の私そんなこと絶対。<laughs> 心にも私は思っておりませんのでね、受験勉強一生懸命やられている方々、素晴らしいと思います。私のような勉強に行けない社会不適合者ではなく、皆さん素晴らしい、毎日大学に行って、高校にも行って、中学にも行って、小学校にも行って、いちいち無駄に勉強して、素晴らしい。あ、無駄じゃない、素晴らしいね。うんうん、<laughs> でも、私はですね、安みさんといろいろ話をしたけども、やっぱりね、受験勉強とか学校システム自体は全部無駄だよ。 無駄、うん、だけど<駄>その無意味なことをです、ね、無意味だっていうふうに言うとですねこれは私の場合は火破りになるんですよねだけど人々が望んでる無意味の隠蔽は「平らゆきすごーい!」ってこうなる人が多いっていうそうそうそうあっ今言ったの本当話として俺火あぶりにならないからです <laughs> だからポスト人気の秘訣なんです、うん、だけどその <laughs> 危険だって言ってるのは、うん、その権力に守られた安倍晋三さんがあんな些細なわけの分かんないことにさ襲われてしまうっていう情勢になってるわけですね。うんうん、で安倍晋三政権とかがやってるわけたとんでもないことから比べたらさ、うん、その統一教会との関係でそれをその促進したとかっていうものすごい小さいじゃん。うんうんうん 安倍晋三政権の功罪っていうその罪の方を並べた中でさ見えへんぐらい小さい <laughs> 残念ながら実は統一教会はそういうレベルですよもっとひどいことやってるからねとんで,でもないことをいっぱいやってるからねでもどうしてみんな統一教会の問題が一番大きいって思えるのかなどうしてかなそれがけしからんって思うだろうそれはな 本当に安倍政権がやったことを批判してしまうと。自分の足元がガラガラ崩れるような恐怖を感じるからなんですよ。だ <laughs> ってそのせ、全てがそれを乗っかってるから、ね。<お>だって、じゅ住宅ローを借りてる人は安倍さんのおかげですから、ね。年金もらってる人も安倍さんのおかげです。あ、今チャンネル登録減ったかな。<laughs> お、お、お、お <laughs>。コメント荒れてるから、ごめんっ、ね、て許して、ちゃんとだけ。いえいえ。ま医療、うん、医療、費が四十四兆円も支払えるのは安倍さんのおかげですね。 今だからととちょっすごいやばいって言ってくまど、あ、そういうことに加担してみせるっていうことによって、うん、人々の知事をダイレクトに集めるこというん、成功した人たちが何人かいて、うん、橋本さんとかさ、ひろゆきさんとか、まあ、あとミューラルリ,ミューラルリスト、うんまあ、この3人かな。うんまあ、あと、茂木健一郎が入れそうで入れないみたいな、ねうんまあ。微妙な線を狙ってるんですよね。うんうんうん あだからそういうふうに見えなくなりながらそういうふうにやるっいう分かりにくいんですよだからそこまでで、ね、人気ないじゃんないんだけど、うん、幅広く支持されてるんかそのさやく見たと葛いしてる人もいるじゃない<笑>,笑えるんですけど、ね、<laughs> <laughs> すごいなほんとにいやー まあな例えば、新選のを支持してみたり、示せたりもするわけ木健一郎そうそう、そういうパフォーマンスはできるわけなんです。でもそれは、三浦リ麗さんとか、橋本さんとか、ひろきさんないよね。ひろゆきは、あの参議院議員、衆議院議員辞めて、参議院議員出たときは、ひろゆき応援してたけどね。あー、そこだけ、ちょっとそこも手を伸ばしてるわけ。でそっちが主なんすよ もぎさんはね、うん、体重がかかってるのは違うんだけど、うん、まあ、でも、その違いはあるけど。でも、そういう芸なわけです。で、これがやっぱりね、すごい。人気なんだよね。うん、うん、すごい面白いなと思うんだけど。うん、事実を明らかにしたりするとですね、嫌われるっていう。そうです。驚くべき事実が。うん、うん。事実は隠蔽してあげなあかんです、ね。うん、うん、なんか。事実、血筋熱罪っていうのが流行ってるそうですね。うんうん <神> <laughs> まああのー、はいえー、ありますねうんうん <laughs> ありますねはいありますよすごい昔からあるか2018年 <laughs> うん誕生したうん事実陳列罪の話にまでいくとですねそのなんでそうなるのかと <laughs> あと関西の文化と関東の文化の違いとかまで入ってくるからねそれ <laughs> ちょっと話や,ややこしいですねまあまあでもいいです でも、あのー、えっと、事実陳列罪が逆なんですよ。うんうん、で、その、です、それを、そのすごくリスクを取りながらやっておける。えー、ひろゆきさんがやってるのは、事実陳列台とは逆です、よね逆です、うん、それをものすごいリス,クリスクを取りながらやってる、うん、のけたわけです。うん いやだからそれに人々がです、ね、拍手喝采してるっていう状況なんですよねうんいや正直、ひと月満万冊だってねあの、ものすごいぎりぎりのラインを狙ってるわけですよ、うん、真実を追求してくださいとかっていうふうによく言ってるんだけど、みんなコメントで、いや、そ,れそういう気持ちでね、事実をもとに批判する動画を撮っていくんだけど、いや、私と安住さんが本気でですね事実をもとに真剣に批判したら、ですね再生回んが2桁は減るやろっていう、うん、あの自信がありますよ、私は。 ねそれはやっぱり批判するものでこれぐらいかな視聴者が受け入れられるのはっていう <laughs> ギリギリの範囲を攻めてるんですよ。でついついねこのもっとやばいことをまで言ってしまってああ見たくないつらいつらいにこうなるわけですよ。それねすごいこう急にのびが止まったりするそ<う>回がありますよね。うん、で、えー、じゃあそろそろですね。あのー そのもっと辛い話をしましょうか。はい。事実陳列罪ならぬ隠蔽をこう剥がしてみましょうか。がばりと。がばりと。えー、でもどうしようかな。でもここまで喋ったら、あの、またなんか叩かれるというか、あのそうじゃないとかって言われたら嫌だな。嫌 <laughs> <laughs> だな。でも,もうあと何分ですかえー、あとまあ8分ぐらいあれ、あ5分から8分ぐらい十分ですね。じ、えー、ゃあ、じゃあ、やっぱ、もういいんじゃないいいか。いいか。<laughs> いいんじゃないか。いい ね、まあ、どうせバレてるしなどうせ最初キャッチーな話題でさ、うん、入っていって最終的に嫌な話聞かされんでるのっていうふうにそういうのが嫌な人はここまで、はい、ここまでにしておいてくださいね <laughs> はいはいここまででここまでではいもう、はいえー、まずひろゆきさんの五年でこれ私の2つ年上です1976年ですおーおーねで、えー、この人はですねあのー、中央大学 進まれてるわけですよね中央大学、えー、で,でこれですねあのー、中央大学にこう進んでいるんだけども少年時代は生活保護受給者がたくさん住んでいたところなんですよそこに住んでたんですよ都営の団地<ー>そういうとこに住まれていたんですよねで、えー、さらに あーのー雪印集団食中毒事件があったその時に雪印工場の近くに住んでいたから数千人の無職家庭が生まれたらしいですすごくないですかすごいねでもでもまあ牧歌的だったよーっていうふうにツイートでも言ってるわけですよな何が牧歌的なのえ何が牧歌的 最低辺を見ておくとやばい基準が下がって楽になりますっていうふうに言ってるわけです。<笑><笑>で、えー、これですね、東京の北区、ねえー、に当時こう住んでいたときにですね、えー、北区の小学校、うん、東京・北区というとですね、まあうん、足立区か北区かっていう感じなんですけども、えー、北区の小学校、北区の中学校。 おーにこう言ってるわけけですけど中学は荒れすぎて、えー、先生が殴られて失明したり、えー、登校時の校門の前に、えー、男子学生は一発殴られる1日では窓ガラスが13枚割れたりと地元でも野蛮で有名でしたで、えー、校則が徹底できないのは当たり前でしたなので、えー、校則が全くない公立高校に行ったので校則で困った経験がないというふうに、まあ、そういう人ですよこの人。 でどちらかというとあの、ね、大変な人生を歩まれているわけですよね。えー、でそして1998年にこれ小説ありますけども二チャンネル作ったわけですよ。えー、22歳の時ですよ。で皆さん二チャンネルに関して、えー、どういうふうな印象を持たれてますかすみさんどんどな印象てどう,ってどう,どう イメージとして。あれは、あのー、うん、えっと、あのー、あの、共有ソフト。うん。あのー、w でしたっけあのウィニーウィニー、うん、ウィニーと並ぶ日本から出たイノベーションですよね、この通りです。さすが安富さんです。私はですね、IT 業界にいる人間として、ひろゆきさんの起こした、うん、あの、凄まじいイノベーション。インターネット初期の時に。これはね、 びっくりしたよだけど、えー、ほとんどの人はですね、2チャンネルって、ハクソやろって、吐きだめやろっていうふうな、吐きだめの上にツかんで、うん、お排泄物の盛り合わせでしょみたいな、そういうイメージを持たれてると思います。ねでそういうい、うん、れは別に2チャンが悪いんじゃなくて、人間が吐き立がだめでたつぼやです。じゃあ、だってツイッターだってそうじゃん。ヤッコ目だってそうじゃん。2>, <laughs> 2チャンネルのってじゃないから、それ。別にそのや、ツイッターが悪いから洗ってるじゃなくて。はい でひろゆきさんに責任があるのは、うん、そのそういう側面で金を生み出す方うに経営をシフトさせてしまったのは彼の責任かもしれないけどただそれも従前に彼の責任になんではなく仮にもしですね2チャンネルそしてウィニーウィニーの人だって希望の死を遂げられてますよ、うん、あれをですねもし日本があこんな若者が生まれてきたやっぱり日本すごい、うん これからはね自動車じゃなくってこういう it のことがあった若者を成功させていかなければってぐわっと舵を切ったらですねうーん今頃 google とかマイクロソフトよりもすごいのできてるよでもそれをそれ早かった方で、ね、あれよりあれ早かった方がなかったら発展速度が早かったからおーで,でもにちゃんとあのウィニーを、うん、例えばその国家戦略の中心で置いたうんということもあり得たわけです。うん それによってそのテレビとかラジオとかさ、それからその、何やろ、今、愛中とかやってるようなことを全部そこに入れていくってことができたわけですそういうことを全くせずにですね、どちらかというと、まあ、ウィニーの人は可愛いそうやったな、本当に。あれはひどすぎるひどすぎるね。で、るねはひどすぎるでまあでで犯罪ですよ。あんなのはそう 犯罪やって叩き潰して、ひろゆきに関しては、そこまで追い詰めて、追い詰めて、追い詰めてですよ。だから、まあ、犯罪シーンと生きてけへんわーみたいなところまで追い詰めといて、例えばその人が犯罪するとするじゃないですか。そしたら、ねううん、やっぱり悪いよ絶対やつやったんやっていうふうにこう言うみたいなことをしてですよ、ひろゆきを追い出しといてですね、日本から。ねで、それで、なんか、あのやっぱりこう叩き続ける。だ結局だからさ、私はひろゆきさんがこういうふうにねじ曲がってしまったのは、 大人が応援しなかったからだと思うよあいもうダメですねはい本日ごめんなさーいさませんでしたっていうかそれ方が四ちゃんとか五ちゃんとかになってあの トランプ政権生み出しちゃったんんだもんねそうよ、ある意味、まあ、そ,のそういう意味では、ひろゆきをさ、あのー日本の CIA 長官みたいな立場にしてさ、ロシアとかアメリカとかにそうやってさ、政府を混乱させる担当とかにしたら、すごいもう、あいつ一人でどれだけ日本の防衛力につながったんやっていう、でなんかこう、<laughs> そういうなんかね、こうあっ いいいじめて追い込めておいてて追込おですよもうギリギリになってダメなことをしておいて不良に育てるような育て方をしておいてやっぱり不良やっていうふうに言うだこれちょっとそれさ <laughs> ダメでしょっていやほんまね、うん、いやおったよね。もったいなかったよねあ,あれちょうどあのフリー BSD とかリラックスとか出現した時期やったから、うん、はいはい <laughs> <laughs> まあ、そろそろですね、あの <laughs> まあ今日は耳の痛い話をです、ね、100分の1ぐらいのあの薄めたキャカルピスにして、皆さんにお届けしましたけども、ただ、あの予言しておきましょう、ひろゆき、すごく人気出ると思いますよ、これで。ああ<ー>残念ながら。残念ながら。それはひろゆきさんにとっても危険なことですけどね、人気出てしまうと思いますよ。でも何かね、でも、こう一つ大きなヒントになると思うんだけど。うん つまりその辺野古の反対運動っていうものを、うん、その考え直すチャンスでもあります。これまでの,の3000日にわたるすごい戦いっていうのは止められてないからね。それを止めるためにそのこういうインターネットとかのさ、うん、持ってる発信力っていうの使えてないわけですよ。そこをどうするかっていう問題でもあると思います。 いやーそういう意味ではね、このひろゆきさんの件に関してね、多くの人は、ひろゆきだし、別に何とも思わないよっていう中ではさ、あの無知なんじゃなくって、いや、ひろゆきは悪いと思うけど、相手するだけ無駄無だっていう風な人たちも多いと思うんだよね。でもそれがひろゆきを育てることに、私はなるし、えー、まあ社会全体が危険な方向に行くんじゃないかなというふうに思いますね。 ちゅ、まあ、うわけで今日はねあの安富さんとあのちょっといつもと違う感じでしたけども、えー、ひろゆきさんの話題について現象としてねこれは私はすごく日本のまあ何だろう今後のこれまでの2 3 0年そしてこれからの2 3 0年を考える上ですごくいい話だなと思ったんで取り上げさせていただきましたそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくそれでは